どうも皆さんこんにちは。やる気、元気、和樹、どうも、三浦和樹です。まあそうじゃの、もう本当に不甲斐ない試合じゃった。本当にすまん。対戦相手の印象はいかがでしたか？まあ想定してたよりも、まあ、ジャブが、まあ、伸びてきて、なんじゃろの相手の指示とかも聞いてて、まあ、相手の、まあ、作戦に、まあ、はまったかなと、思います。まあまあ、ジャブが、まあ、結構、まあ、伸びてきて、それ結構もらって流れ持っていかれたかなと、まあ、思います。想定してたところは、まあ、飛び膝狙ってくるかなっていうので、ちょっと飛び膝を、警戒しすぎたかな。それでは最後にファンの皆さんへ一言お願いします。ファンの皆さん、もう本当に申し訳なかった。まあ、結構いろんなたくさんの人が、まあ、わしが、まあ、わしが勝つことを、まあ、思ってたと思うけど、まあ、本当に期待に応えれんくて、本当に申し訳ない。まあ、まあ、必ずまたこの K1 のリングに戻ってくるか、まあ、それまで待っててくれ。以上です。以上、三浦和樹選手のインタビューでした。三浦選手、ありがとうございました。